これはね、なるほどと思いましたね。さすがだなと。やっぱりギタリストの音へのこのこだわりっていうのはなかなかやはりねすごいなと、思いましたね。これ理屈合ってるんですよ。はいどうも、ザ・シュガーフィールズの原です。カフェオレーベルがやってます。もっと言うとカフェオレーベルということで、ニーブくんという、ライントランスって言われる機材を、うちのね、カフェオレーベルのサイトから購入できたりするようにしているわけなんでございますが、これ結構売れているんでございますが、ありがとうございますでございますが、最近ね、去年ぐらいからですかね、そのギタリストにすごい買ってもらってるんですよね。ギターの取りの時に使っちゃうっていう。最初僕はこれね、そういう風にあまり使うことは想定してなくて、レコーディングのこうマスタリングとかミックスとかの時に使うと、非常に良い感じになるので、うちはこのね、このミキサーのね、インサートにね、全トラックのインサートにニーブくんを挿してるんですよ。なのでこのミキサーを通ってインサートでニーブくんを通り、ダイレクトアウト、各チャンネルのダイレクトアウトからこの RME のインターフェースに入ってるという、これは16トラックあるので、16トラック分全部パラで、全部ニーブくんを通った音がキューベースに録音されていくっていうような流れにしてるんですけど、もちろんボーカルとかアコギの取りとかはアマテレスの1011っていうマイクプリを使っています。これもね、トランスがこうインプットとアウトプットとこう、2つ入ってるわけなんでね、なのでとにかく撮るときはそのライントランスをニーブくん通すんですけど、そういった目的で、そもそも僕は使ってたんですけど、ほんとここ1年ぐらいですかね、ケンパー使いの人にね、ケンパーっていうギターアンプシミュレーター、ですね、突如このように現れたギターアンプシミュレーターのケンパーってやつがあるんですけど、あれを使ってる方にすごくたくさん、ご購入いただいててですね、非常に評判がいいんですよ。これですわと、これを待っとったんやとこれはね、なるほどと思いましたね。さすがだなと。やっぱりギタリストの音へのこのこだわりっていうのはなかなかやはりねすごいなと、思いましたね。これ理屈合ってるんですよ、本当に。前回ね、雑談っぽい感じで、すごいプラグインについてなんかもうベラベラね、30分か40分ぐらいおしゃべりさせてもらった動画ありましたけども、あれと同じことをギタリストも考えていたんですよ。つまりデジタルでできるところはデジタルにも全部任せて、でそこでデジタルでどうしてもできない部分、つまりそのトランスのサチュレーションといいますかですね、そのね、トランスの何十メートルとコイルが巻いてあって、それをこう時期に変換してもう一個のコイルに渡して出ていくっていう、このね、何とも言えぬこのトランスの構造ですね。シンプルなんだけども、なんか良くなる。でも、ね、トランスだったら何でもいいってわけじゃないんですよ。ですね、ありますけど、これもトランスなんですけど、これね、こっちから入って。ここにめっちゃコイルが巻いてあってですね、でこっちから一回中で磁石に変換されてこっちから出てくるってやつなんです。これね、秋葉原で1000円ぐらいで売ってる、1000円もしなかったかな、6,700円みたいな感じで売ってるらしいで、トラン、ね、最初の頃ね、そのもしかしたら音のこの何とも言えぬこのツヤっとするぬるっとするこの感じは、トランスのおかげなんだと分かってですね、でも高いわけですよ、いいオーディオトランスね、カンヒルダのルーンダールとかね、高い、入手するのが1個1万ぐらいしますからね。これトランスなら何でもいいんちゃうかなと思って、こういう安いトランスもいろいろ買ってみて、ね、試したことあるんですけど、もうダメでしたね。もうこれ、一応記念にね、黒歴史みたいな感じでこう撮ってますけどですね、これもうこれダメです、ダメです。これね、もう音悪くなりちゃいましたやっぱりね、ちゃんとしたメーカーのいいオーディオトランスっていうのはもう本当、もう歴史が、音楽のためのトランスとしての、歴史とそのね、職人魂ですかね、トランス巻いちゃってる
おばちゃんかおっちゃんか分かりませんけども人たちのそのねこのその会社のね、その企業努力技術そういったものでねあのルンダールさんと、まあ、オイ・ビカンヒールさんね あとそのジェンセンさんとかねまあもう多分この3つぐらいしかメーカーないですけど音楽用 あと日本にはタムラトランスってのありますね。これはあのいわゆる真空管アンプ自作マニアみたいな人のためのトランスだったりしますけどねタムラトランスってねこの辺はやっぱりいいですね、本当に通すだけであのいい感じになるっていうねあのそのリアルのトランスにしか出せない、あの感じになるんですけどでこのトランスの振る舞いなんかいい感じにねそのいいオーディオ用のちゃんとしたメーカーのちゃんとした職人が作ったそのいいトランスを通した時のその変わり方っていうのは、デジタルシミュレートは非常に難しいとスーパーコンピューター並みの技術が、計算がいるんじゃないかというお話もしましたけども前回ねそれはもうそれにしかできないことだからデジタルでもできないしもうそれを使うしかないんですよこのいいオーディオトランスを使うしかないでもこのオーディオトランス1個あれば別にいいかっていうとそんなことはないわけですよねこれ1個で全部できるわけないじゃないですかこれ1個でマーシャルの音が出せるかって言ったらそんなことはないわけですよねでそのマーシャルの例えばギターアンプの音っていうのはあれはねすごい真空管アンプなんですでいい本物の真空管アンプっていうのは実はトランス入ってるんですよね実機はね見えますけどねマーシャルの1959見えますけど上にはデラックスリバーブ、ね、フェンダーありますけどこれ真空管もののアンプなんですけど真空管のアンプっていうのは絶対トランスを使ってるんですよでなぜ真空管アンプにはそのいいトランスが中に入ってるかっていうとトランスの巻き線比ってやつで音を大きくしてるんですよねその真空管だけの増幅ではあのめっちゃ大きな音は出せなかったんですよ今こんなチップ1個でね1個か2個であのデッカート出せるんですけど当時は出せなかっただからその真空管とトランスをうまいこと使ってどんどん音を大きくしていくっていうね、そういった形で真空管アンプっていうのはできてるんですけどだからねその真空管の、を使った音がいいわけではないんですよ世の中には真空管アンプの真空管マイクプリなんて言ってねこのこういうのがね売ってたりするじゃないですかこういうのとかはねトランス入ってないんですよで何で増幅してるかっていうと実はねこれにもね普通にチップ入ってるんですよ、オペアンプが安いオペアンプですよ、50円ぐらいのこれが入ってこれでほぼほぼ増幅してて、心臓部はオペアンプですこれは真空管ではないです、なので本当のいい真空管機材がいい音がするっていうのはトランスが入ってるからなんですよね私はもうそう確信しております。まあいろいろ異論はあるのかもしれませんが、私のもう思ったところ本当真空管だけのトランス入ってない真空管だけの機材って全然いい音じゃないですから、まあ、いくつかねアウトボードちょっと高そうなアウトボードでもありますけど実はね中見ると真空管がメインじゃないんですよ、普通にオペアンプで増幅してるからトランスなしでもまあまあでかい音というかちゃんと使える音になるんですけど本物のヴィンテージは、真空管回路で増幅本当に心臓部は真空管回路で増幅しアンプの心臓部ですねでそれがをトランスとうまいこと使うことでもっと大きな音にしてるっていうでですねケンパーの話に戻りますとそのアンプを通してスピーカーが鳴ってマイク取りするまでのその音の変化をデジタル上で完璧に再現してるわけです。ただし、本当のトランスのサチュレーション感、トランスによる音の変化、いいトランスによる音の変化っていうのは、シミュレートはできないわけなんです。なので、そのデジタル部分ではその周波数の変化に関してはデジタルが完全にシミュレートすることができるようになりましたと。うん、で、それでほぼほぼ良かったんですけど、やっぱり何かが違う。どうしても超えられない一線がある。それは一つは、二つあるんですけどね。
どうしてもデジタルでは越えられない一線というのは2つあって、1つは、この、トランスの音の変化、あとは本当に、スピーカーから音が鳴り、そのスピーカーの、高音、紙があってですね、スピーカーの紙がこう磁石で震えるわけですよね。震える、でこれが震えて空気を震わす、それがこっちのマイクのダイヤフラムがその振動をまた拾って録音していくと、高音が震えて空気になってっていうこの構造をシミュレートすることも非常に難しいわけですよ、これは紙の重さだとか、その各紙の位置の震え方だとかで、あとその空気がそこでどのように動くのかで、こっちのマイクにどのように拾われるのかというような物理構造を全部シミュレートすることは、もうやっぱりスーパーコンピューター並みの世界になってくるわけで、まあ、スーパーコンピューターも時代によってね、変わりますけど、まだ現在のスーパーコンピューター でも、かなりの処理能力が必要にであると思います。だからこれはパーソナルコンピューターレベルとかでは、まあ、現在ではまだ無理ですね、そういうことで、このケンパー使いの人や、あとあのいろんな各種アンプシミュレーターをお使いのギタリストの方が、どうしても越えられなかった一線をちょっと超えたと、このニーブ君を使うことで、あの本物のトランスの振る舞いの感じがそこに付加されたということで、納得して使っていただいている方が多いんではないかと思います。ただね、そのさっき言ったそのスピーカーの空気を震わすそのシミュレートまではやはりできないんで、そこはやっぱりね、これあの前あのうちのね、あのサイレントキャビネットの話、サイレントキャビネットの話の時にもちょっとしましたけども、あの本当に空気を通ってるってあの感じはやっぱりケンパー&ニーブ君でも、まあそこはやっぱ無理っすよね。でも十分ありな音になるからご使用いただいているんだと思います。うちはライン録音はしないですけどね、ギターのこのスタジオ始めた初期の頃は全部ライン録音でしたけどね、あの音かぶっちゃうんで、結局一発撮りしたかったんで、バンドのね、そうなるとスピーカー鳴らしちゃうとね、音かぶっちゃうんで、結局サンズアンプ使ったり、いろんなね、あのアンプシミュレーター、サンズアンプから始まって、まあ、ケンパー出てきたのは最近ですから、それ出る前にそのサイレントキャビネットって本当にスピーカー鳴らして、それが箱の中入ってて音が外には漏れずに、マイク取りできるっていうね、その装置、あの奥の辺にね3台ぐらいありますけども、まああれを使うようになったんで、まあケンパーいらねえかなという感じで、高いしね、ではあるんですけども、ただありです、すごくそのさすがギタリストっていうのはやっぱすごく感覚的なピーポーなんですね、すごく皮膚感覚で、あの本物の、マーシャルを鳴らした時のいわゆるトランスの潰れ方っていうかね、パワー感をこうマックスにした時もね、そのアウトプットでトランスにすごい圧がかかるんですよね。その変化みたいなところっていうのはやっぱりシミュレートできないんで、それをやっぱ欲しいっていう、その何とも言えずそのトランスを通した時のなんか厚みみたいな、そういうのをこう皮膚感覚で分かるんでしょうね。まあ気持ちいい、まあ、実際気持ちいいと思いますよ、このニーブ君通すことで、だってそれトランス入ってるわけですからね、こいつでなんか起きてるわけですから、まあそういうわけでね、今日はちょっとギタリストのためのニーブ君について、ギタリストの耳はやはりね、熱いなと、このレコーディングエンジニアとしてのこの選択肢とほぼほぼ、近い考え方をされているのではないかと思ってちょっとお話しさせてもらいました。それではまた。
はい、どうもカフェオレーベルシュガーフィールズの原です。どうも、はい、このねグルーヴアーティストアカデミーですね、 GAA がです。で、まあ、私が、お伝えするのは、まあ、いわば卓録ですね。まあ、デジタルオーディオワークステーションというね、まあ、キューベースなり、プロツールズなり、まあ、そういったねロジックなり、まあ、そういったね、ソフトを使って、このコンピューター上で音楽を作っていくっていうことの、もろもろ、お伝えできたらと思うんですけど、